今日も疲れたな、なんかもう朝から晩までモザイク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 でこんなんね、こんなんばっか作ってね、まあ、これはいいとして、パソコン作業がまあ本当あれだわね、ちんま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 、なんかあれだけど、今日はなんだ、全然手は進んでないのか、手は進んでないな、あれもうだってね、ここまで終わって、キュート終わっちゃったしな、これまあ来週買いに行くから続きは来週になるか、うん、来週になるけど、まあこれはいいとして、なあ次何やろうかな、これはまたこれで続けなきゃいけないけど、単純作業だし、なんか面白いことやりたいな、なあなあ、モザイカみたいな、これがやっぱ面白いな、今な、うん、面白いけど、でもこれもな、そろそろ、ね、今日も天気良かったからあれだけど、そろそろテラスでね、お茶なんかね、飲んだりとか、するときにこんなん使ったらいいじゃんね。ああそうか、コースターとかもいいか。コースターね、コースターもちょっと考えて、ね、やらんといかんけどもね、クッションなんかもね、ちょっと外の椅子にも使ってもいいしね、え今日もほんと天気良くて、外ちょっと出たはいいけど、顔にクリーム塗るの忘れて、なんだかんだで結局1時間ぐらいで帰ってきちゃったからな。まあでもそうだな、テラスに出れるようになったら、ちょっとテラスでのんびりなんかちょっとね、お茶なんか飲みながらあれするのもいいかね、編み物するのもいいかな、テラスね、テラス出れるようになったらね、テラスというわけで、どうもこんにちは、デミコでーす。はい。はい。さあ、やるもの決まりました。新しくやるもの決まりましたよ。はい。しつこいようですが、またモザイク編みでございますですけど、はい。ね、前回やった、この、なんかこんな、鉛筆書きの、こんな、これをね、一応全部、これはもうパソコンに全部入力しましたけれども、それ以外にもね、無数にいろいろあるパターンの中からね、今回、また選んで、前回のように、平編みでひたすら何やらを作っていこうと思うんですけど、今日何やるかっていうとですね、今日はね、くっさいくっさい大根役者の、デミコがね、テラスのことをなんかブツブツ言ってましたけど、はい、テラスに出るところにですね、敷物が必要なんですよ。ね、夏たりのマットね、マット、それをね編もうかな、ね、編もうかなと思いますよ、これね。前に玄関マット編んだ時ってさ、まあ結局同じようなことやってんのよね。でもあれは同じ柄をさずっと編んできたじゃん。で今回は違う柄をガーッと編んでいくいう感じですだからこの前やったのと同じようなね、クッションカバーをね編み始めたのと同じような感じで、違う柄のやつを全種類違う風にしようかなと思ったんだけれども、まあ、ちょっといろいろ、なんつうの、なんか組み合わせ探すのちょっとめんどくさくなってきたから、今回は、横が90、縦が50でやるから、ということはだね、横に9枚、縦に5枚、ごっく45、45通りのやつをね、やろうかと思ったけど、まあ、途中ちょっとめんどくさくなってきたんで、ちょっとコピペでちょっと同じのをダブってるのが何個かあるよっていう感じでね、ちょっと今回やっていこうかと思うんだけど、で、使うのは、まあ、前回、あれですよ、久々に出てきました、カチアのファマなんですけど、前回、これが出てきたのは、なんだっけ、あれの時か、ね、セーターあんだね、これであんだよ、セーターの余りだわ、これね、セーターの余りなんだけれども、で、玄関マット編んだ時もこれ使ったんだよね。うん。で、今回はこんな感じで、ちょっと、おとなしめの色で、3色でやっていこうかなと思います。はい。なんつったらいいの？家用に作るんで、で、それでもって、なんだ、結局、マット何が必要かっていうと、しょっちゅう、割と、うちの家人がテラスに出るんで、履物をね、置いとく場所がないと困るわけですよ。うん。で、ポソッと一足ね、置いとくんで、で、それであと、前にもね、以前にも説明したかと思うんですけど、こう、フランスの窓っていうのは、こう、内側に開くんですね。内側に開くんで、こう、雨降った時とかに開けた時に、こう、水がボドボドボドって垂れるわけです、家の中に。うん。
うちはそうなのね、うん、そういう感じなのよ、うん、でよそんとか知らないよ、どんな風にその窓のさんがさどうなってるか知らないから、もしかしたらさそんなのあんまりないうちもあんのかもしんないけど、うちはとにかくドアと垂れてくるん でそれもちょっと気になるんで、まあまあちょっとあれかな、ちょっとボタボタ垂れてもなんつうの、一応ワンクッションあればその方がいいかななんつってね。で今回使うのがファマの619番っていう、これはライトグレーだったかな、なんかそんな感じ、ライトグレー、そうすごい薄いグレーだった気がするんだこれ。でこれがこの前使った620番のね、うん、でこっちがもうちょっと薄い、この薄めのライトベージュだか、ライトベージュではないな、なんだっけこれ、まあ忘れちゃったよね、色の名前忘れちゃったけど846番、うん、でこれがどういう糸かっちゅうと、3から 3.5 ミリで、ゲージは25目の32段で、針が、針がじゃないよ、針はだから3から3.5で、340メートルで100グラムっちゅうことでございます。はい、アクリル 100% ね、アクリル 100% これでちょっとやっていこうかな。でベースがこっちで、色がこっちで入れていく感じで、これの色の入れ方今どうしようかなってちょっと考えてんのよ、また、まあ、適当に入れていくことになると思うんだ多分、うん、適当に適度にいう感じで入れる感じになると思うんだけど、まあこれはちょっと柄だからね、あとっていうか、一番外側がバーっと、あと同じ色にはちょっとできないかな、だからね、ひらみになるかこれは。でひらみにしてもちろんで、端っこのこのなんだ、フリンジはどうしようかなって今ちょっと考え中、フリンジにするかもしくはこう編みくるむかね、うん、多分編みくるむと思う、うん、っていうのはあんまこうなんつうんだろう、マットだからね、外に出てく靴とか、靴っていうかそのサンダルとか置いとくようなやつ で掃除する時とかにちょっとフリンジだとね、ホコリとかこうちょっとほら絡んじゃうからちょっと嫌じゃんそれ、うん、なので多分今回はくるんで編んじゃうんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと端っこを探してきて早速やろうと思うんですけど、で今回はどんな柄でやるかっていうと、もうだからなんだ、前回と同じような前回にも出てきた柄で、白と紺のやつでね、ネイビーで編んだやつの中にも使った柄ももちろん何種類かあって、でちょっとそんな感じでやろうかなと思うんですけど、で使う針の号数は4号使うんだけど、最初の鎖編みダーッと編むとこだけは5号を使ってちょっと緩めに編もうかなと思います。で さてじゃあ何目で編むだっつのちょっと計算してないんだわ、ちょっとね、ですね、基本的には22プラス1で 22×9 は足す1 199目だっていう、ちょほんまに、ま、ほんと22のプラス1でしょ、いいんだよね、 22×9 はプラス1 199や、199でしょ、とりあえず柄のとこだけだよ、柄のとこだけ、そうかそうか、いやこうやってだってさ、こうやって編んでく、どっちの方向で編んでくがいいんだろうねっていう話だよね、言ったらね、いやちょっと待って、私さ単純にさ横に長く編んでさ、こうやってダーッと編んでこうと思ったけどさ、あらどっちのがいいんだろう、私さ玄関マット編んだ時ってさ、そうじゃなく編んだよね、190cm 幅 90cm、 まあでも大したことないな、幅 90cm だね、幅 90cm はちょっと考えようか、うん、いや横に長く編んでいこうかな、うんと思います。なので199で、柄の分だけで199でしょ、枠まで入れて、でその外側平編みになるんだから、あと2つ足さなきゃいけないから、かけるじゃないよ、199+2、いや201だよ、201目だってさ、ちょっと201目数える、数えよっか、ちょっとそしたらさあれが必要だね、
201でしょ。50ずつちょっとあれを入れておこうかな、マーカーをね、うん、じゃないと。さあ、じゃあちょっと201目これで編んでいこうと思います。なんか超長そうだな、うん、長丁場になりそうですね、鎖編みをするだけで。はい、で端っこはしっかり締めてね、緩みがちになるんで、もう本当になんかきつすぎないっていうぐらいきつくしちゃって、ここはいいと思います。ちゅうかさ、はっきり言ってさ、200でしょ、200目編んでその次にさ目拾っていくのが一番大変だよね、はっきり言ってね。うん、まあいいや、しょうがないね。はい、ここ拾えるか最後。ちょっと待ってね、あんまりきつすぎてもね、うん、あんまりきつすぎてもいかんので、これが最初のあれでしょ。で最初一目目、ここが若干本当にきついぐらいじゃないと本当にここ穴開くみたいになっちゃうから。でこれで1でしょ、2、3、4、5、6、50。はい、じゃあこんな感じで50個おきにこれを入れて201までちょっと編んでいこうと思います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。間違えた、こっちだった、こっちをやんなきゃいけなかったこっち。はい、じゃあこれで鎖編みを、こっち鎖編み201目やって、これで1でしょ、キュッと少しねあれして、で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、50、とりあえず50です。ここで50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、51。まあいいや、はい、これで51ですわね、51、うん、どこでずれたんだろう。はい、で50個で印を入れてね、だってこうでここが最後だからね、言ったらね、ここを拾うからね、きつめに締めてんからね。はい、なわけでございますよ。はい、こんな感じで、なので200目編んで、201目ね、201目編んで、これでちょっとやっていきたいと思いますよ。でこれで1、2でしょ、2、3、4、5、45、46、47、48、49、50で1。はい、これで201、長さちょっととりあえず長さをちょろっと確認します。なんとなくでだいたいね、80から90の間に はまればいいんだ。全部で端っこっていうか、なんていうの、縁を編んで90くらいになればいいんで、 OK、 だいたい OK です。はい、でこれでそしたら1個立ち上げて、で裏山を全部拾っていきますよ。これを全部拾って、あ、ちょ、その前に針を交換、そう、何のために5号で編んだんだっていう話でね。はい、針を交換して、で裏山を今一つ編んで、立ち上げの分一つ鎖編みをしたので、それで全部の目を細編みで拾っていきます。はい、これがね、ちょっとね、これが一番めんどくさいんじゃない、ここが実は、うん、はっきり言ってこのなんつうの、特に裏山だしね、裏山拾ってこの鎖目からね、裏山拾って編んでいくのが一番面倒だわ言ったら。はい、さあ
さあ、ちょっと私ね、ちょっと喋りたいことございまして、で、喋りたいことって言ってもあんまり喋ると今度カッカカッカしてくるんで、喋らない方がいいんですけど、本来はね。うんうん。いや、何かっていうとですね、ちょっとあれですよ、日本やばいっす、日本やばいっす、マジで。まあずっとそんな話ばっかりしてると思うんですけど、マジなんでなんでっていうぐらい日本はアメリカの属国になりましたということでございますね。はい。いやー、やばいね、本当に。岸田政権のやってることっていうのを皆さんご覧になってて、わかる人にはわかると思うんですけれども、売国しかやってないじゃん。売国に次ぐ売国政権だね。久しく、あんな、こんな政権ないと思うけど。っていうのは、まあ、安倍さんが長かったからね。うん。まず自分の国のことを自分たちで決められない政権って何なの？ねえ。何エマニュエル駐日大使の言いなりっていうか、まあ、エマニュエル駐日大使というよりも、バイデン政権だね、言ったらね。言いなりじゃんね。やってること、全部。国民騙して、やってることは。結局、だからあれでしょ？アメリカの言うこと聞くっていうのは保身じゃんだって言ったらさ。日本を守ろうとしてやるんだったらいいんだけど、ね。日本の理にかなったことをね、アメリカが言ってきて、おう、じゃあそれやろうか。日本のためにもなるしなっていうようなことだったらいいけど、全然違うじゃん、やってること。日本のためにならないことをずっとやり続けてるよね。こんな政権ないよ、今まで。はっきり言って。ここまでひどいのは。うん。いや、民主党政権の時っていうのはさ、あの時はただの無知でさ、わけもわかんなく自分たちがさ、いい気になってやっちゃったっていう感じがあるじゃない？うん。で、突っ走っちゃったじゃない。言う何も何も自分たちの頭が足りないっていう言い方したらあれなんだけど、経験もないしね。うん。で、自分たちのやりたいようにやってみたらダメでしたっていう話じゃない？うん。あまりにも立ち振る舞いを知らないから、なんつったらいいのかな。なんかそういう感じだったじゃない？うん。で、あの時も確かにやばかったんだけど、要はだから、なんつうの、無能なんすよ。その無能っぷりがね、違うんだよな。無能っていうよりも、なんだろう。なんて言ったらいいんだろう。なんであんなに従属するんだろうね。なんで日本を中心として、日本のために日本の国のことを考えて、これからどうあるべきか、どうするべきか、どんな風に、国をこう、なんていうのかな、こう、導いていくかみたいなところっていうのも全くないっていうか、まずだから日本がどういう国かっていうこともなくて、ただ単に言うこと聞くだけの、あちこち言うことを聞く。だからなんで言うこと聞くって言ったら保身だよね、やっぱりね。自分がそこの場にいたいわけよね、その座にずっとっていう話じゃない？うん、こんなひどいのないよ。うん、いくらなんでもって。うん。まあもう私前回あれですけどね、参院選の時にすでに自民党にはもう入れてませんので、もうあれだな、高市さんがトップにならない限りも自民党応援できねえな、おんじゃんじゃって話ですよ、言ったら。まあ私、もともと自民党支持じゃないですけどね、うん。自民党は支持なんじゃないんですよ、私はね。うん。私が応援したい人が自民党にいるから、まあ必然的に自民党に入れる形になるけれどもっていう話で。でも言ったら、その人たちが自民党抜けたら別に自民党なんかどうでもいいからね、はっきり言ってね。うん。私は人で選ぶからさ。で、私が応援したい人が自民党よりか仕方ない自民党を応援するって形になってるけど、別に自民党じゃなくたっていいわけですよ。党出るんだったら党出るでね。うん。まあ、それも難しいとは思うけど、確かに。うん。いや、最悪だわ。うん。岸田ダメだろうと思ってたけど、こんなにダメだとは思わなかったね。っていうのはさ、やっぱり、安倍さんがまだいたからね、その安倍さんがいたからまだなんとか、こう、手綱をね、こう、引き締めてっていうことができたんだけど、いなくなった途端にこれですよって話だよ、だって。いなくなってからがひどすぎる、とにかく。とにかくひどすぎる。で、そうなってくるとちょっと疑うよね、やっぱり安倍さんのあの時の、あの事件も。え、誰がやったのって話じゃない。いや、実行犯がとかっていうことじゃなくてね。まあ、実行犯自体もね、私は疑ってますけどね、もちろんね。うん。疑ってるんですけど。ね、最初は単独犯っていうか、単独犯じゃないのかなって最初は思ったけど、いや、ちょっと今無理っすわ。もう、うん。ちょっと無理っす。うん。そういうふうにはちょっと考えられないんで、今はもうね。うん。
まあ陰謀論と言いたい方は陰謀論で構わないんですけど、一生懸命読売がね、それは陰謀論だっていうふうにしたいみたいだけれども、でもしょうがないよ。だって証拠がさ、証拠っていうか出てきてる物的証拠から何から、だって この人犯人じゃ、真犯人違うよねっていう話なんでね、しょうがないよね、それはね、もうね。だって事実がそうなんだから。まあいいや、それはいいとして。で、それでだから安倍さんがいなくなってからがものすごいひどいわけですよ。ね、ひどい方向に行っちゃってるわけ。で、その舵取りっていうのがまるで、なんていうのかな、もう舵取りになってないよね。だからね、言われたことをそのままへいへいっつってやってるだけなんで、まあ完全にアメリカの従属国ですわ、今。だから LGBT に関してもそうだしね、もちろんね、やってることはね。で、あとはなんだ、あれだよ、なんだよあれ、韓国との日韓首脳会談は？みたいな。ね、K 国相手にさ、何やってんのって話でしょ。ね、K 国相手に何やってんのって話じゃない？だって。戦略的にね、シカトしてたのにさ、全部それ、で、何？そこに首突っ込ん、そこにも首突っ込んでくる？みたいなさ、エマニュエル、駐日大使。米駐日大使ね。あの人の言うこと聞いてんだよ。あの人は、だから今、日本総督なわけですよ、結局ね。だって岸田さんの上にいるんだよ、あの人が今、状況として。あの人のツイッターひどいよ、本当に読んでると。よくここまで口出ししてくんなって話で。あの人、だから追い出せばいいのにね。追い出せるんだよ、ああいう人って。言ったら。まあ、政権が決めればですけど。でも、政権がこんな、体たらくなんで、まあ、それも無理なんでしょうけどね。国ってやろうと思えば何でもできるんですよ、ああいう人を追い出そうと思ったら。いや、あの人、ただの、あれですからね、アメリカの、左翼活動家で、アメリカでもね、手に負えないんで日本に送ってきたっていう人ですからね、問題児だそうですよ。だから、あの人を表に出しとくと、なんか、不祥事、不祥事、スキャンダル、スキャンダルで、で、言葉っていうか、喋ることもひどいしねっていうことで、で、問題児だそうです。それが日本に来て好き勝手やってて。で、それの言うこと聞いてるっつうんだからさ。どうなってんの、日本。やばいよ、マジで。っていう話なんですよ。いや、細かいこと言うとだね、私もうなんか腹が煮えくり返って、なんかプリ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 してずっと喋らなきゃいけなくなっちゃうし、あれなので、ちょっとそれはちょっとあれなので避けたいので、この辺にしておきますけれども、でも声を大にして言いたい、日本やばいです。マジやばいです。LGBT なんてあんなんだってさ、部会でさ、半分以上、半数以上っていうか3分の2か、3分の2弱か。ね、半分以上ですよ、でもね。半分以上の人がさ、反対なのにさ、なんであれ無理やり進んじゃうわけ？ああやって。ね、半数以上が反対なのに、なんで部会長一任って、え？っていう話じゃんだって。なんでそうなるのって。なわけないじゃんね、半分以上が反対なのに。だから通すのが最初からもう結論ありきなわけですよね。で、それを何？え？何？え？ G7 の他の、G7 で日本だけとか、なんかね、日本が一番遅れてるだろう、日本がやってないだろうさ、欧米と同じようにとか、なんかそういう風に話が出てない？あんな嘘っぱちじゃん、だって。フランスだって私、何言っちゃってんだろうと思ってさ、フランス通ってないわよ、そんなの、法律。アメリカでさえ通ってないよ。っていうか、G7 で通ってる国なんか、どこもないんだけど、ああいう法律。なんで日本だけ進めてんの？っていう話ですよ。なんで日本だけ進めてんの？ねえ。で、マニュエルが、まるで日本だけが進んでないかのように言って。で、日本で通させるって。だから自国で通らないから、あれでしょ？やらせるわけでしょ？日本に。自国で通らないじゃんだって。取るわけないじゃんだって、反対が多くて。
あんなの国のなんつうの、あの法律としてはね。だから州で決めて州で通ってるとこはあるけどさ、国としてはね、あれですよ、言ったら半分以上の州で通ってないわけだから、多数派じゃないんですよ、やっぱりどう考えてもね、ああいう法律って。だからアメリカはアメリカっていう国全体で法律が通ってるわけじゃないので、うん、でフランスももちろんそんな法律通ってないし、他の G7 の国だってどっかも一つもそんな法律通ってないですけどね、うん、なんで日本だけ進めようとするの、目的は何って言ったら、最終的な目的って言ったらすぐ分かるよね。でもね、言ったらね、他の国がなんていうのかな、どうしても日本で壊したいものってあるじゃない、うん、そこが最終目的じゃないですか。やっぱり世界で今なんて言ったらいいのかな、あの勢力伸ばしてきてるのはやっぱり共産主義なんでね、その人たちがなくしたいものって言ったら簡単じゃないですかね。日本はなかなかあれだもんね、共産主義あのはびこらせるのにはちょっと難しい国だからさ、やっぱりさ、うん、なのでそれに一番邪魔なものってあるじゃないですか。日本にだけしね、日本にしかないもの、それを壊したいんじゃないの、やっぱりって。そこまで読んじゃうよね、やっぱりね、うん、そこじゃないですかね、最終的には。結局だってね、そういうところでさ、ジェンダーの問題でさ、これがさ、あのなんつう あの不平等だとか差別だとかっていう話に持ってってね、なんで男しか天皇になれないのっていう話になってくるんじゃないですか、これからっていうところを私は危惧してるわけでございますよね。最終的には全然そんなんじゃないのにね。言ったらだってね、カトリックのカトリックっていうか、クリスチャンか、クリスチャンのとこだって司祭なんかはみんな男なんですけどね、うん、よその国みんなそうじゃない、だって他のところみんな司祭とか男しかいないじゃん。なんでだから天皇が男じゃいかんのさっていう話でね、うん、だったらまず最初に自分とこの国の司祭を女にしてみたらっていう話じゃない、うん、自分たちのさ文化はさね、自分たちのそういうところ聖域はさ守りつつさ、なんでよその国のところだけ男女平等みたいな話を持ってきてさね、やろうとするのかしらね、おかしいわね、うん、ね、その前にあれなんじゃないの、あの牧師だのなんだの女性の牧師さんとか神父さんとかあれした方が簡単なんじゃないですかね、ね、でもそうなってないよね。何をやろうとしてんでしょうね、日本に対して、よその国が。まあ陰謀論でもいいですよ、別に陰謀論って言われても別にそれはいいですけどね。でも確実に日本の、屋台骨をね壊したい人たちって常にいるわけですよね、よその外国に。でそれが別にそのアメリカとかっていう、例えばその国単位っていうことではなくてね、国を動かしてる人たちっていう人たちがどういう人たちなのかなって考えると、そういう人たちがそういうものを壊したいっていうのがあったら、その時にその人たちがその国の政権を担っていたらそういう方向に動くわけですよね、うん、単純な話じゃないんだよね、そんなね。単純だけど単純だけど単純じゃないっていうかさ、日本のその天皇っていうのはさ、男系男子っていうのがずっとあるわけじゃない。単純ですよ、男系男子で守ってきゃいいだけの話ですから、それ以外議論する余地なしですよ。だってそれでずっと来てるんだから、それが伝統。それをさ、なんで私たちがさね、日本の中にも議論あるじゃないですか、女系とかって、女性天皇、私女性天皇はいいとしても、この現代の今のこのなんていうのかな、この風潮の中での女性天皇っていうのは認めたら女系っていう話になっちゃうんで、女系天皇は認めろね、認めないのがおかしいみたいな話にまたなっていっちゃうんでね。だから私はそこを進ませないために女性天皇も反対なんですよ。本来であれば女性だっていいんですよ、女性天皇、男系の女性天皇だったら別にいいんですよ。だけどその後に来るのは、どうせね、それを通した後にね、女系でもいいじゃないかって話が出てくるはずだから、だからそこを止めるにはもう女性を認めないしかないんですよ、今の時点でね。で男系男子って今なってるわけだからね、男系男子で守ればいいじゃないのって話で。でもそれをうちから崩せないからさ、やっぱりさ、崩すの大変だからさ、崩そうとしてるけどね、内側からもね、一生懸命。
でも外からもプレッシャーかけてこういう形でやってくれば勝手にあとは内側から崩れていくだろうっていう算段なわけですよね。私にはそうにしか見えないんですけどね。最終的に行き着くところはね、トイレ、女子トイレなくすなとかっていうのは本当に表面上っていうか、まあ、あれですよ、やばいですよ、女の危機でもありますからね。女の姿では女として生まれて、女として育ってて、女として常に生きている人間たちの多くのマジョリティのね、人たちにとっての危機ですからね、今ね。それだって決して軽んじてはいけないことだからね、もちろん。でも、最終的に行き着く先はそこだと思いますよ。だからこそ日本でこんだけ強固に進めていくんじゃないかなと私は考えてるんですけど。うん、違いますかね。違ったらいいんですけど、私の杞憂だったらいいんですけど、うん、だったらいいなと思いますけどね。うん、まあこの話してくると本当ね腹立ってくんでね。結局何がなんだかなんだか喋ってんけどさ、うん。あ、いや、それで来たよ、もう200近くに来たよ、本当に。いや、もうこの辺にしとこう、本当に腹立たしいから。うん、本当に。だから、アメリカってわけじゃないんだよね。だからね、誰が動かしてるかってことなんですよ、アメリカをね。うん。アメリカだって崩れてきてんじゃない？今だってボロボロじゃないですか、アメリカも。うん。そう。そんな中でね、フランスだって、ヨーロッパだってボロボロだしね。この世の中、どうなっていくのかしらね。本当に。どん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 下界していく感じだよね。今までのなんていうの、その国の枠ももちろんそうだけどね、そんなのはもうとうに始まってることだしさ、なんだろう、その国が持つ元々のさ良さだったりとかさね、伝統的なものだったりとか、その国らしさみたいなものとかどん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 失われてってるわけよね、今ね。もうごちゃ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 してきちゃってさ、特にヨーロッパもそうだし、アメリカもそうだし、そして日本もそうなりつつあるわけだしね。どうやったら自分の国って守れるんですかね。もう今守れない世の中になっちゃったのかな、もう。だからそういうのってなんだろう、自分のそのなんていうの、国としてのアイデンティティっていうのは守るっていう時代じゃなくなっちゃったのかしらね、本当に。そんなん言ったらもう世界市民でいいじゃん。もう国境もなし。そしたらもう逆に。もうみんなどこもかしこも全然混ぜ混ぜでさ、ねえ。だからパスポートもないってことよ。だから。パスポートなし。世界市民でさ。ねえ。そしたらもうあれじゃん。もうミックスでいいじゃない。そうなったら最終的には。でもそういう世界を望んでるってことですよね。だからそういうことやってる人たちって、結局そっちを進めてる人たちってそういう世界を望んでるってことでしょ。うん。ね、男も女もなくしてね、国籍もなくして全部混ぜこぜね、なんの面白みない、それ均一だわ、それなんかもう全部それがなんていうの、結局それって何が起こるのかって、その後何が起こるかしたら均一化でしょ。共産主義だわ、本当にね。伝統無視ね、何がどこにあ、どこにどんな良さがあったかなんつうのも全部無視だわ。そんな世界がやってきますよ、均一化されたね。おかしいね、多様性多様性とかって言っててさね、あんな人も認めて、こんな人も認めてやった結果、私前にも言ったと思うんだけど、多様性多様性多様性って言って、そうやって突き詰めてっちゃうと、この人もあの人もこういう人もああいう人も認めてっていうさ、でそれは差別だからやっちゃいけないだろ、なんだかんだっていう、強制的にね、差別でも何でもなく区別も認めない、それは全て差別っていうことにして、そうやっていく結果、多様性多様性っつってやっていく結果、訪れるのは均一化ですからね。うん、多様性でも何でもないよ、ただの均一化ですよ。何の面白みもない、全ては同じな世界になるだけです、来るのは。それでいいんですかね。まあいいや、はい。というわけで、どうやら編んできたようです。はい。で、そしたら一段編んだらね、とりあえず切って。さあ、じゃあこれでガシガシ編んでいくわけでございますが、はい、端っこ入れて、そしてさっき間違えた。間違えた。こっちじゃないや。ね、これでこっちの色をベースでやるって言っちゃったから、こっちからまた始めちゃったけどさ。間違えたわ。本当に。よし。端っこどこさね。あった。はい。じゃあ、これをね、次、ひたすら筋編みを、普
通に入れていこうと思います。はい、筋編みで、今回はまあでも一応くるんでいくから、これも全部そっち側に外側に出そう。じゃないとちょっとくるむのが内側にこれがこうやって向こう側にこうやって入っちゃってると、ちょっと編むとき、なんだっけ、引き抜き編みをするときちょいめんどくさいんで、今回も右側に全部引き出しますね。端っこもね、こういう形でフリンジにするみたいに。で、角っこは必ず、普通の細編みをして、で筋編みを一段全部ここは入れていきます。はい、でちょっと待ってね、あんまりこうキュッキュキュッキュ締めないように、普通に自然な感じでちょっと編んでいかないと、ちょっとね、あんまりキツキツにしたくないで、かといってゆるゆるも嫌だから、ちょうどいいぐらいの、本当に普通に4号で普通に編む感じのあれで、あんまりキツキツにならないよ、キツテにならないように注意しながら編んでいこうと思います。はい、端っこまで来ましたよ。端っこは必ず細編み、普通に細編み、はい、で止めて、はい、2段目終わったんで3段目いきます。3段目で数が合うかどうか、はい、まあ合うと思うんですけどね、多分合うと思うんですけど、はい、でこれでちょっとこうやってこっち引き抜いて一緒にね、はい、で角っこじゃない端っこ必ず細編み、そして細編みをしたら次は長編みで下ろす、これが枠になる、一番外枠になる部分ですね。で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、はい、これで21、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21ね、間21で22番目に枠を作ってあげるね。枠、一番外の枠作って、その後1、2、3、4、だから間白いのが21残って、で枠を入れる、だからまたこっから数えて22番目に下ろせばいいってことですね。はい、ではこんな感じでちょっとこの段、まずは一番外枠ね、ここが一番外枠で、こっち側の枠で、枠の部分を分割してあげて9枚のタイルにね、するかのように分割してあげたいと思います。はい、はい、はい、この段編み終わりました。はい、こんな感じで、というわけでこれを見ていただくと分かると思うんですが、 1、2、3、4、5、6、7、8、9個ね、9枚分のこの感じでできました。さあ、じゃあ次から柄をね、入れていくことになるんですけど、いやー、もう実はね、今でもね、夜遅くなりまして、遅くっていうかもう夜中ですわ夜中、はい、でこっからじゃあ柄をね、入れていくんですけど、どこだい、あら、はい、入れていこうと思うんですけれども、はい、でもね、うちの家人がもうね、寝てるんですわ、実は。あんまりでかい声で喋ってるとね、うるさいとか言えちゃうと困るんで、ちょっとボソボソな感じで喋りますけど、
まあ、喋るも何もないんですけど、ただひたすら編んでいくだけになりますんで、で最初は必ず下ろす。でそしたら 1,2,3 とりあえず 1,2,3 でそしたら 1,1 だね。今回はね、あの編み図の方にですね、あれ間違えた、編み図の方にですねバッテン入れてないんでね、ちょっとね間違えないにしないとね、うん、1で 1,2,3 バッテン入れてないんでね。でまた1,2,3で次が 1,2,3,4,5 と 1,2,3 で 1,2,3,4,5 で 1,2,3 でまたここが1だね、1で、で 1,2,3で1ぴったんこ、よしこれで合ってる。でこんな感じでね、じゃがじゃが模様をね入れていこうと思いますよ。はい、次も1下がって、はい1,2,3と入れたら 1,2,3 で下ろすんで、1つずつこのなんていうの、模様が違うっていうのは飽きなくていいね。うん、まあ基本飽きるっていうことはそんなないんだけれども、あのあとあのなんていうの、単純ななんていうのかな、あのパターンっていうか、例えばあのなんていうの、一番シンプルな柄のクッションカバーをね編んでるじゃないですか、一つ。あれなんかはなんだろう、何にも考えずに無心でと、無心っていうか、いろんな他のことをいろいろ考えながら編めるって言いますか、あんまりいろいろなんつうの、あのここはどうするんだっけ的な、そのなんつうの、頭を回さずにねこう編める感じなんで、1,2,3,4,1,2,3,4 はい、なのであれはあれでまたいいわけですよ、うん、頭空っぽって言いますか、うん、なんか妄想しながら編むのにはちょうどいいかな、うん、そんな感じ、うん、はい、じゃあちょっととりあえず 1,2,3 ずれてねえが、よいしょ、 1,2,3 で 1,2,3 で 1下ろして1下ろして1下ろして1で 1,2,3 で1個2個3個で下ろす、 OK、 合ってる合ってる合ってます、はい、はい、はい、というわけでございます。はい、でちょっとこれをね編み始めましたよっていう感じでね、またね同じような感じですけれども、いや飽きないわ、飽きない、うん、飽きない。1間違えた、ここは 1,2,3 だ、 1,2,3で1で何個、 1,2,3,4,5 で1,2,3で で、だから前回今回とこういう感じでちょっと編んでますけど、とにかく一つずつ模様が全然違うんでね、これがこうやってこうやってって一つずつこうお教えしても仕方ないので、まあパターンとしてね、こんな柄合いますよ的な感じで、ちょぼちょぼねお見せするのは編んでみてね、うん、編んでお見せするってのもありかもしんないけど、ちょっと待って、 1,2,3,4 間違えた、次1,2,3個編んだから次1編んだら 1,2,3,4,5,6,7 はい、これで 1,2,3,4,5,6,7 で1つ下ろして、でそしたらまた 1,2,3 と編んだら1つ下ろして 1,2,3
四、五、六、六、七、編んで下ろす。まあこんな感じでちょっとじゃあね進めていこうと思います。まあ同じようなね前回と同じことです。やってるのはね、うん、同じ感じで一目じゃないや一つずつ柄が全部違うものが入ってくるっていう感じのものを今編み進めてますよ。これはだからマットになる予定でございます。はい。というわけでございますんで今日もねまたろくなこと喋ってない感じなんですけどまあとにかく私は今日言いたかったのはね日本やばいっすっていう話それしか言ってないそれしか言ってない。まあ何がやばいのかっていうのはですね皆さんいろいろ各自調べてみてください。とにかくえ何がやばいのえわかんないっていう人はですねあれですいかに日本のマスゴミが腐ってるかっていうことを、知っていただけたらそれでいいんじゃないかなと。はい、情報が入ってこないっていうのはマスゴミがね報道しない自由を行使しているということになりますので。はい、というわけでございます。じゃあちょっとスタートまた始めたところで大して編んでないんですけれども、はい、編んでないんですけど実際撮影してるのはねこれでねもうね結構長い時間撮影してるんです。はい、カット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 っていうか短縮短縮短縮、うん、そんな感じで送ってますのでね。はい、というわけでございます。ちょっとはもうね今ね1時なんよ1時、うん、さすがにねこれでねベラベラ喋ってるとねうちの家事に怒られちゃうからね、あんまり大きい声で喋れないしね、これでずっと喋ってるのも辛いしねっていう話でね、うん、なので今回またこれでねいくらか進めていきたいと思いますよ。でもしご要望があるんであればねいくつかのそのなんていうのモチーフみたいなねこの一つの形を編み方をねご紹介してもいいかなとは思いますけれどもね、うんうん、パターンみたいな形で、うん、はい、というわけでございます。じゃあ今回はここまでにしようかな。はい、というわけでここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。次もまたすぐに、動画でお会いしましょうということでね。はい、じゃあ本日はここまで、さよなら。いやね最近ね私ね気をつけてることがあってね、うん、私のね、友人なんですけどね、ちょっとね、腎臓やばいかもっていう人がね、ちょっといまして、その人もね、ちょっとね、水飲まないんですよ。水分取らない人なの、全然。うん、で私も取らないんですよ。で、人のそういうやばさっていうか、そういうの見てね、やばいな、私も気をつけなきゃなと思って、最近ね、毎日ね、自分の目の前にここにね、ペットボトル、サイズいくつだっけ、これ1リットルのやつかな。ね、1リットル。でもね、1リットルを、300ml の、コップをね、買ってきて、1杯300ですよ。ね、200以上入ってます。300です。はい。つまり、3倍ちょっとで終わるんですわ。ペットボトルがね。うん。これね、最低1日に1本以上飲むっていうのを目標にしてございます。私、飲まないんですよ。本当に水分取らない人で。やばいからさ。で、これから夏じゃん。私もさ、やっぱりさ、明らかに水分取ってない人だから、もう無理やり自分の目の前にペットボトル置いてね、最近むっちゃ飲んでるんですよ。トイレジャージャー行きますわ。ね、以前は1日に3回しか行かなかったのに。今結構ね、10回は行かないけど、7回ぐらい行くんじゃないかな。うん。いい感じ。とてもいい感じだと思ってます。だからなんだって話なんですけど、私にとってはすごいことです。はい。ということでございました。はい。じゃあね、バイバイ。